愛を出さんかい。でも許さねえぞ。後悔するなよ。
なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁、ちゃんと見たか？じゃあ何されても文句ねえな。うっせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。
ご案内します。キリュウさん、もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ。ここはボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。キリュウカズマ、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい？登場界の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい、おい。10年前、堂島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場界敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。サンズの川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか、キリュウ。これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。
好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、わかったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。おっと、武器か防具を装備してやるな。そいつは禁止だ。外してくれ。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キルーカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯、ダニエル・フェルマン。さあ、時間無制限、ルールなし。